皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野ゆり子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。ゆり子さんこんにちは。こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日は古代の英知基本シリーズになりますが、先週もちょっとお話しされてたアカシックレコードについて、はいはい、改めてお聞かせいただきたいです。はい、アカシックレコードってもうしずちゃんは知ってると思うんですけれども、はい、聞いてくださってる方の中で、きっと初めて聞く言葉かなって思う方もいらっしゃるかもしれません。だいぶですね、認知度は上がってきたとは思うんですけれども、そうですね、あちこちで、あちこちで聞くような生活をになってっていうのもあると思うんですけれども、はい、新海監督のね、はい、君の名はという映画の中にアカシックレコードっていうのが出てきたかなっていうふうに思うんですけど、ああそうでしたか、はい、雑誌ムーとかね、はいはい、でアカシックレコードってすごく単純に言えば宇宙図書館っていうふうによく言われているんですけれども、はい、まあデータバンクですかね、うんうん、で私たちは今インターネットの時代でもうスマホからね、はい、ネットサーフィンとかができる時代になったので、ものすごくアカシックレコードの概念を説明しやすくなったんですけれども、もう一人一人がね、パソコンあるいはスマホを持っていて、はい、常に大きな大きなクラウド、まあ、データバンクに対して情報をインプットしたり、そこからダウンロードしたりしているという、まあ、そういうネットワーク、情報のネットワークシステムがアカシックレコードなんですけれども、だからもうアカシックっていうと情報そのものなんですね。で、まあ、地球の周りに網の目状のアカシックネットワークがあるんですけれども、はい、まあ、そこに私たちは生まれた時から無意識にですね、はい、情報を、まあ、そこから取っていると、うん、まあ、意識的じゃないので、よく直感とかでね、なんとなくこっち行くのが嫌だとかね、それからどうですかね、しずちゃん初めて会ったのになんかすごくこうなんか懐かしい気がする人とかいませんか。はい、ね、なんか最近は都民にというか、あ、なんかどこかでお会いしてますよねみたいなお話をしたりとかもしますね。なんかよっぽど過去世ではびこってたっていうこと、ね、そうなんですよ。よく言われてますよね。はいはい、過去世でお会いしたことありますね。そうなんですよ。なんかもうずっと一緒にいる気がするとか、言われることがあって、そうなんですよ。私馴染みやすいんですなんて言いながら、はい、おります。はい、でも結局それも無意識にアカシックレコードの情報を、まあ、取っていて、ね、まあ、古代の英知では人は輪廻転生するという、ね、ことを前提にしているので、まあ、別のタイムラインで一緒だった、でその時にとてもね、いい感じの関係性だったらば、今世であったらすごく懐かしい気がする、初めて会ってもっていうことが、はい、それはアカシックレコードのおかげなんですね。あ、そうなんですね。だからアカシックレコードを結局は意識的に読むっていうのが、まあ、アカシックレコードリーディングなんですけれども、はい、だからなんとなく情報が降りてきてなんとなく感じるんじゃなくって、じゃあちょっとこの人との関係性を読んでみようとかっていう形で、あるいは自分の未来にどんな、まあ、こちらの方向に行ったらどんな、なんだろうな、石ころというかがあるかなとか、そういうのが見ることができて、で師匠の、まあ、アカシックレコードの第一人者であるゲリーさんは、アカシックレコードを読むっていうのは、まあ、暗い闇の中で、ね、デコボコ道があったとしたら、そこに車のライトをつけてね、走るようなもんだよ、でライトがついてたら避けられるでしょっていうような言い方をしています。で、まあ、基本ですね、アカシックレコードの中には避けられる出来事と避けられない出来事、これってなんかインドなんかでもね、宿命と運命なんて言い方をするかなと思うんですけれども、はい、避けられる出来事、避けられない出来事があって、で避けられない出来事っていうのは、私たちが自分自身が大元に目覚めるために、覚醒するために置いた目覚まし時計なんですね。だ
からといって、その例えば病気とか事故とかね、はい、まあ、そういうのばっかりが避けられない出来事だっていうわけじゃないんですよ、うん、はい、もちろんそのこの人と出会うっていうのが避けられない出来事であったりするわけなんですね、うん、はい、あるいはその何かのプロジェクトを達成するとか、うんうん、で避けられない出来事っていうのは、例えばあの、まあね、まあ俗に言うネガティブなこと、うんうん、まあ、例えば事故に遭うみたいなことだったとしたら、はい、事故に遭うことが避けられない出来事だったとしても、その結果っていうのは、まあ、自由に選べる、うん、まあ、結果までそこまで避けられない出来事にしている場合もあることはあるんですけど、はい、まあ、それはアカシックに問いかければ分かるんですが、うん、はい、で、まあ、その場合ですね、あの避けられない出来事をによって学ぶことをあらかじめも学んでおけばね、うん、その例えば事故だったとしても、最初の結果からは全然もうどうでもいい、なんていうのかな、大きな事故だったとしても本当に無傷で生還したりとかっていうことができます、うん、で、あの以前に運命と宿命についてっていうお話を、うん、あのリスナーさんからのご質問であった時、私もすごいそのアカシックの、はいはい、お話が印象に残ってるのが、あの目覚まし時計っていうキーワードと、うん、あとはその今何を選択してるかによって、うん、その目覚まし時計の自分のこう対応の仕方が変わっていくから、うん、結果が変わるみたいなお話を聞かせていただいた時も、ね、はい、うん、ああそうだよな、どういう、 こう自分が心持ちであの物事にこう当たるというか望むかっていうので、うん、変えられるんだなっていうのをすごい勉強になりました、はい、だから本当にあの、ね、運命と宿命も全然怖くなくて、うん、まあ、一種の地図なんだな、まあ、その地図をあの意識的に読めればね、はい、いろいろ便利で、うん、今あの先週こう第三の目を開くというのをやりましたけれども、はい、まあ、その元々は例えば直感という形だったり、あの人感が鋭いねとか、うん、なんかこうね、あのそういう形でも全部情報なので、はい、まあ、アカシックレコードっていうとなんか仰々しいけれども、まあ、あのどんどんこう自分がこう得られる情報をね、うん、得ていくっていう、はい、そんな風に日常を過ごされるといいかなと思っていて、はい、で、あの私なんかはこうもうすごい使ってるのは、例えばですね、あのエレベーターが6機あったとしたら、はい、ホテルなんかでよくありますよね、はい、大きなところで、はい、アカシック読むんですよ、っていうかまあお遊びですけれども、はいはい、で、あのどの、エレベーターが一番先に来るか、うん、うん、いいから2つ目だなみたいな、そういうその体の感覚とかも訓練していくと、はい、あのいろんな情報に敏感になります。あ、で神様カードとかもそうなんですけれども、あのいろんな占いであったりとか手相であったりとか、ね、あの本当にこう優秀なリーダーさんっていうのは結局はそのカードなりタロットなり、まあ、あの生命判断なりを入り口にして、その人個人のアカシックレコードにアクセスしているということなんですよね。だからあの神様カードリーダーであるしずちゃんも、はい、結局はアカシックリーダーでもあるわけで、はい、わかりました、はい、だけれどもそのアカシックリーディングっていうふうにしっかり言われるものは、うん、あの素手でね Google 検索ができる、つまり、はい、まあ、カードなりいろんな情、まあ、ツール道具なくて、はい、そのままあの情報グーグルのようにアカシックグーグルみたいに検索ワードを入れてピッてやると、はい、まあ、その情報が降りてくる、あそんな感じですかね。そうですね、なんか質問ありますか。訓練をする手前に、やっぱりご自身としっかり向き合うっていうのを、やられるのはなぜですか。やっぱりですね、あの、はい、本来の自分自身を知らないと、うん、あの結局はあの思い込んでいる自分自身、はい、例えば自己否定だったり、うん、でそういうその自己価値が低かったり、はい、でそういう魂と肉体、まあ、自己価値が低かったりネガティブな思いが思い込みが、うん、あるいはその幼少期の擦り込みがあるっていうことは、やっぱり本当に考えていることと感じていること、つまり頭と心、はい、魂と肉体がこう分離しちゃってる状態なんですよね、はい、で、まあ
宇宙の Google であるアカシックレコードをダウンロードするためには、はい、やっぱりその、魂とパク、魂と肉体が一つの一本の導管っていうんですかね、チャンネルと言いますけれども、はい、チャンネルにならないと結局はいろんな偏見とか、うんうん、ジャッジメントが入ってくると、もともとのアカシック情報はとってもニュートラルで中立でネガティブもポジティブもないんだけれども、そこにリーダーさんのすごいこう何て言うのかな、あの色付けがついてしまったりとか、はいはい、それから実際に情報がやっぱ降りてきにくいですね、はい、セルフジャッジ、人をジャッジしたりしていると、はい、だからこそまずはあの自分自身をこう知るっていうか、明確にしていくことが大切かな。本来の分け見たまである自分自身をこうしっかりと体感して所有したところから本当にクリアな、まあ、チャンネルになれるということですね、宇宙チャンネル。ああそういうことですね。なんか私自身も、1年前2年前とかにこう感じていたのと今大きく違うなって自分で思うのは、うん、なんかその1年前2年前っていうのはある意味こうなんか自分の使命が知りたいって一時すごく思ってたんですよね、はいはい、その何をするためにとか何でこう、まあ、世の中に貢献するかっていうとあれですけど、うんうん、何かをするために生まれてきてるんであればその何かってなんだろうみたいな感じですごい意気込んでた時期があるんですけど、はいはいうんうん、なんかそのそれを何でもいいんだじゃないですけど、なんか私が私であっていいんだ、それであればいいんだっていうような、なんかこう心持ちになれたらすごくこう楽になったっていう経験を実感としてあるんですけど、はい、なんかそこに至れるとだいぶそのリーディングに関してのこう望む方とか、はいはいうん、あの増えてきました、はい、クライアントとのこうなんかやり取り、クライアントさんとのやり取りなんかも、うん、あのすごく楽になってきたっていうのはありますね、うんうんうん、はい、それはもうどんどんこうノンジャッジのクリアな情報チャンネルになってきたから、そうなるとその相手と直につながれますよね。で、あのアカシックレコードを読むときにはこれちょっと難しい言い回しなんですけど、自分の内側の世界に読んであげる相手として表現している場所と自分がつながる、そうすることによってその人そのものになって、はいうん、でただその情報をこうクリアに伝えるっていう、それがアカシックの基本になります。うーん、でもね、結局まあそうやってスキルを学んで、まあ、こう意識的にどんどん情報を取れるようになればいいですけど、でもねこの放送を聞いてくださってる方は直感とか夢とかいろんな形でアカシック情報っていうのは来ているので、だからそんな風に日常をねこう使っていっていただいて、まあ、顔を磨いていただくだけでも全然違いますね。うん、で特にですね、これは私の思い込みかそれともアカシックかっていうふうに迷った時には、はい、すぐに検証できることをやってみるんです。さっきのエレベーターどれが来るかとかね、はい、それからあの A さんは明日どんな色の服を着てくるんだろうかとかね、うん、ただね間違いはなくて、あのよくやるんですけど、例えばねあのアカシックレコードコースの時に次の日講師の誰々さんが何色の服を着てきますかっていうのを読むんですね、前の日に。へー、それで次の日に実際に、まあ、バーンって言って、うん、あの登場するわけなんですけど、はい、実はねあのペンダントが例えば赤かったりとか、はい、洋服は黄色でもですよ、うんうん、それからアンダーウェアが青だったりするわけですよね、はいはい、だからある意味その間違ってることはないんだなみたいな、うんうん、そういうこともあの終わりです。あ、面白いですね、ありがとうございます、うん、検証の仕方なんかも、はいはい、ちょっと訓練というかしていきたいなと、はいはい、思います。で今こう後ろに流れてるのもあの第三の目開くという、ね、はい、あの第三の目のヘルツに合った、YouTube 音楽ですけれども、はい、こんなのも聞きながら、うん、第三の目を開く、あの先週やったはい、呼吸法やったりとかしながら、なんとなくね、あの一緒にいる人が、うんうん、あこの人過去生でお侍さんだったなみたいな、うんうんはい、そんな風なあの楽しくね情報を取っていかれるといいんですよね、うん、ただあの一つルールがありまして、はい、アカシックレコードリーディングという形で本当にやるときはね、あの
相手が聞かないことは言っちゃいけないんですね。それは本当に一つのルールっていうか倫理なんで、例えば聞かれてもいないのに、あなた将来ねみたいなね、こんな病気になるわよみたいなことね、言っちゃいけないんですよ。はい、そしてまた未来はね、本当に選択が無限にあるので、はいはい、だから自分がもしいろんな情報が取れたとしても、やっぱりこうね、そこをそのもし自分以外の情報であったとしたら、いつどこで誰とシェアするかっていうのは本当に気をつけてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、はい、では本日はこのあたりで失礼いたします。また、来週楽しみになさっていてください。はい、ありがとうございます。来週失礼します。はい、失礼いたします。